どうも皆さん、セクシープリポコです。はい、今日はですね、スプラトゥーンやっていくんですけど、この中の新しい武器どれか一つ選んで今日やっていこうかなと思います。何使うかな、リールガン使ってみるかなって思ってるんですけどね。あ、それからバリアブルローラーも魅力的ではありますけどね。リッター買ってみるかな。リッター、どれも微妙だ。そしてバケツ、スピナーも良さそうだけどね。スピナーやってみるか。よし、じゃあスピナーやってみよう。今回は今回は、はい、バレルスピナー普通の方で行こうかな。うん、普通の方やってみたいと思います。あ、やめとくなった。待って待って、バレルスピナーを使っていきたいと思います。よし、何がいいんちゃろうな。一足がいいってよく聞くけどな。まあこれでいいでしょう。最近メインカットまたね、好きになってきたんですよね。それでは一戦目いってみましょう。はい、ということで今回はガンガゼヤガイ音楽堂です。なんか最近多いなこいつさあ、ガチでね、スピナーは初めてです。まあ前作でやったことあるけど、スプラトゥーン2では初めてです。久々やな。当てれるかな。サブがスプリンクラーか。やっぱスピナースプリンクラーは大きいよな。さて、どうやって立ち回るかな。立ち回りを全然考えてないわけですよ。さて、どっか悪くない？どこおるどこおる？ああ、もう死んだか。オッケーオッケー。ああ、最近チャージャーで遊んでたからな。スコープがないとなんか寂しい。当てれるか。当てれない。オッケー、一旦引こう。待って待って待って、落ち着いて落ち着いて。さてと、ここなんか来たね。まあいっか、正面私は見よう。正面正面、おるくない？おらんか。どっから来るかな。あそこ来るんじゃない？上か。ああ、うーん、微妙ですね。あ、まずい。ああ、一戦でその距離は負けるな。まあ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 、しゃあないしゃあない。まだ1戦目ですからね。しかも初やけん、まあとりあえず2キルぐらいが目標かなって感じですね。で、ナイス。あれ、あー、逃げられた。しかも後ろから一戦さんが来てたな。うわー、めっちゃ食いぼまんや。そしてはい、どうするかな。1キルできんな。スピナーってこんな難かったっけ。まあ確かに最近スピナー見らんもんな。チャージャー強っ。ナイス。じゃあ裏から行ってみるかな、うまく。あ、ここ来られたら。お、残る。あそこったか。逃したな。まあ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 、やばいぞ、いいとこなしだぞ。おっ、あれ俺じゃなかった。やっとやれた。あぶね、超近距離やけどやれたやれた。さてと、裏取りは、あぶね、危ない危ない。あっ、ボムの使い方うまいな。やばい、1キルか。あと2キルぐらい、なるべく後ろからアシストしていきたいんですけど、どうだろう。まあとりあえずスプリンクラーでしっかり縄張りを確保しておきたいところ。あ、やり方、あー、当てるのむずい。スピナー難しいな。集中集中、当てるのむず。うおー、パブロ早い。うわ、スピナー久々すぎて当たんね。スピナーってこんな当てるの難かったっけって感じですよ。まあ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 、しゃあないしゃあない。ちょっとね、2戦目からね、キレレを上げていきたいですね。1、あ、2いってた。あれ2やったっけ。塗りポイントもなんか微妙やな。まあ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 、ちょっとギアとかも見つつね、2戦目いきますか。
それでは2戦目いきましょう。さあもう一回考えせか。まあまあまあ、ここはねだいぶね慣れてきましたからね。さてチャージャーいなければそんな怖くないかな。最高ナイス。はい、安定のナイスが返ってこない。まあまあもういつもど、え、ちょっと待った、通信が切れたぞ。あれ、はい、仕切り直し。甘い美術大学でーす。まあいいんじゃない、ステージいい感じに変わったし。最高、相手はどうだ。おっとチャージャー、あでも傘がちょっとめんどくさいかな。ナイス。あれ止まってね。お、チャージャーの神って言っておきながらシューター使うっていうちょっと謎ですけどね。まあいいや。さてとりあえずそこら辺にスプリンクラーを置いて、あ、やっぱ高台取っておきたいな。さてととりあえずブワーッと見ておけ。雨だる。まあ動きはちょっとチャージャーより前線いけるぐらいだから。うわーっぱビビった。ナイス、今のはビビった。いやビビるよそりゃ。潜伏してましたね。まあ潜伏こそ最強ですからね。最近北斎使ってるから分かるんですよね。潜伏こそ最強マジで。さてとどこにいるかな。おお危ね。さてと降りてきた。まずいまずい、これまずいんじゃない。あれどこ行った。ほら来いや。くそ、えい、危ね。あーこれ危なくない、やばくないやばくないやばくない。逃げよう逃げよう、死なないことが大事。あーこれ死ぬやつ。まあ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 、おつけおつけ。ちょっとパブロのやつだね。あー出てるわ。オッケーオッケー、まだ1キルか。やばいな、相変わらずピンチやな。はい、スプリンクラーで取っておこう。ほいパブロ、オッケー。あー傘がうざい。とりあえず塗っておかなければなんともならないからな。私はこっちを見つつ前線締めていこう。どうかな、そこいるんだけど当たんない。まあ嫌がらせができれば十分かな。いい感じに押してるし今の状況。さてどっから来るかな。そっから来る。危ない危ない危ない、パブロ来るね。まあ止めてくれるでしょう。この辺いるんだよな。よいしょ、なんとも言えんな、微妙やな、出づらいんだよな。当たってない。そこいるねローラーが。あーまあ味方がいい感じに押してるからね、ここでしっかり守りましょうか。スプリンクラー置き直そうか。置き直してパブロ、はえーパブロ。さてとまあまあまあ、おー来たね。これバレてるかな、バレてるっぽいね。あー最悪、死ぬ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 。あー最後死んだ、やばい。スピナーの動きがなんかちぐはぐ、難しいなスピナー、なんちゅうかな、立ち回りが難しいわ。もっと前に行った方がいいのかな、イモらない方がいいのかなって気がする。ちょっと次はとつってみますか。まあ3キル、さっきよりキル1個増えたけんじゃない。じゃあ次ラストに行きますか、3戦目。それではね3戦目行きましょう。さあ次はガンガジア音楽堂だ。さあ4キル目指そう。2キル3キルできたらこれはもう4キル4キル行くしかない。チャージャーはいっぱいいるけど怖くない。うん、必殺自己暗示。チャージャーなんて怖くない、チャージャーなんて怖くない、だけどちょっとだけどちょっとだけどちょっと怖いな。最高、自己暗示完璧。これでもう私は怖くない、神に近い存在なのだよ、我は神なのだよ。さあ出てきたお前、
わあ、出てきすぎって、出てくるの早いって、もうびっくりした。早っ。まあ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 、びっくりしただけだ。やっぱメインカットとかいらんかったかな、サブカも。普通に人速化ゾンビでよかったかもしらんなっていう。ほら、来いや、降りてこい、降りてこいや、ごらん。おら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 、雨怖い、雨怖い、雨怖い。あー、惜しい惜しい惜しい、めっちゃ惜しい。くそ、必殺裏取りするか。まあ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 、私あれこう見えてスプラトゥーン長いですからね、そう簡単には負けませんよ。安定の裏から来てみたけど、まあ、とりあえずこの辺の縄張り確保しておきたいな。で、登れるとこを作っておいて、裏からバッていきたいな。あ、やばい、アーマーあったな。オッケー、やり、裏取り大成功。さあ、オッケーオッケー、そこは対応できるか。オッケー、今のナイスよ、俺。今めっちゃ良かった良かった。いや、やばい、今のめっちゃ良かった。ファインプレー出ましたね。これが俺のスピナーの能力。ふぅー、わー、調子乗るんじゃなかった、やらかした、調子乗った調子乗った。やばい、あと40秒。あー、スプリンクラーうまく使えばいけるかなって感じ。さあ、急いで前線に戻ろう。タレッタレッ。さあ、敵がどこにいるかだよな、あとは。スクイックリンとはあんまり相手しない方がいいかなってイメージ。とりあえずここで嫌がらせしつつ、スクイックリンは相手せず行きたい。裏取りは来てないね。オッケー、とりあえずこっちで行こう。そっか、チャージャーが2か。あー、当たらなかった。まあ、オッケーオッケーオッケー。あー、やっぱスクイックに相手するとダメだな。まあ、どうだ、微妙だな。でも、一回だけかっこいいシーンがあったけ、俺は結構満足やけどね。あ、これ勝ったでしょ。やっぱ相手チャージャー二人やけ、塗り能力低いっすからね。えい、めっちゃ満足。うえー、めっちゃ満足やわ。3キルやん、でも。あの3キルしかなかったのか。まあいいよいいよ、かっこよかったかっこよかった。ということでね、バレルスピナーやってみました。ちょっと下見せすぎて難しかったですね。それではね、最後に さっきのファインプレー流してからお別れしましょう。バイバーイ。で、登れるとこを作っておいて、裏からバッていきたいな。あ、やばい、アーマーあったな。オッケー、やり、裏取り大成功。さあ、オッケーオッケー、そこは対応できるか。オッケー、今のナイスよ、俺。チャンネル登録よろしく。たくさんのコメント待ってます。前回の動画も見ていってね。Twitter もよろしく。また次回の動画でお会いしましょう。